最近ではエグザイルの宇佐さんが宇佐神宮でヒット祈願をしたことがテレビで話題となり、多くの女性の皆様にも足を運んでいただいております。この秋はぜひ宇佐市に遊びにいらしてください。皆様こんにちは。同じく宇佐市のキャンペーンレディーをさせていただいております、室と申します。さて皆さん、最近はい鶏の唐揚げが大ブームになっていることをご存知でしょうか。宇佐市は唐揚げ専門店発祥の地として知られる市として、市内には28もの専門店がございます。本日は10月20日から北九州市で開催される B1 グランプリに初出展する宇佐唐揚げ合衆国もブースをオープン。